はい、このロットが169の MH バンキッシュです。まあ、ジグワーム系のロットですよね。まあ、テキサスリグあるいはラバージグといったルアーを使いこなすためのロットなんですけども、まあ、ややファーストテーパー気味の、まあ、レギュラーテーパーからレギュラーファースト、まあ、そういった感じのテーパーなんですけども、まあ、とにかくパワーがすごい、非常に、ね、感度が良くて、まあ、ピッチング近距離のピッチングですとかまだキャスティング、まあ、それで、まあ、ジグやワームを使うときに、非常に重要な、ねまあ、感度、まあ、これがまずいいということと、まあ、あとは、合わせたときに、ねしっかりとした、ね、パワーがこうフックポイントまで伝わるような、まあ、そういったようなロットなんですね。まあ、それどういうことかというと、まあ、いたずらに硬くない、要はあまり硬すぎるロットだと、まあ、どうしてもねこう思い切り合わせた時にラインブレーク、まあ、そういったことが起きてしまうんですけども、これはしっかりと曲がってくれるんですよ。で曲がってくれるんですけれども、曲がった状態の中で、まあ、しっかりと、ね、このパワーを受け止めてくれるようなロットなんで、まあ、腹筋もがっちり決まる、まあ、そういったようなメリットがありますよね。まあ、あとは、どうしてファーストテーパーにしなかったかということなんですけど、これは僕の好みでもあるんですけども、まあ、ワームやジグを操作した時にファーストテーパーだとどうしてもロッドを例えばポップアップしてあげても、そのアクションというのはルアーまで伝わらない、要はティップだけは曲がってしまうんですけども、まあ、これをあえてレギュラーファーストのテーパーにすることによって、ロッド全体が曲がるような構成になっているので、こうロッドを上げた分、まあ、イメージ通りにルアーが動いてくれるんですね。まあ、そこが非常に、まあ、ポイントかな、僕の中では。まあ、そういったことで、ジグ、ワーム系のロッドということであれば、あ、まあ、このロッドを僕はメイン、今年から使っていくことになると思います。バンキッシュです。